本当にオンリーワンじゃなければ必ず競合というものがどんな業界の中にもいるわけでして、でその他社とのですね、まあ、差をつけるために、まあ、当たり前のことですけれどもブランドビルディングが非常に重要になってくるんですね。まあ、どうしてもそのブランドビルディングというとですね、なんか大きな差を皆さんはこう考えてしまうかもしれない。で大きな違う店を見せようとしてですね、でいつの間にか、 なんか会社がちょっと違った方向に行ってしまったりとか思わぬ方向に行ってしまって自分たちのちょっと理念からかけ離れてしまうということもあるかもしれません。実はブランドビルディングというのはですね、